はい、本日はですね、僕が持ってるアークテリクスを全て紹介していきたいなというふうに思います。で、まあこんな感じで今後ろブザーってあるんですけど、上にはこれカバン系があって、下にはですねジャケットがあるんですが、もうアークテリクスといえば僕もう黒しか買ってないんですね。だからもう真っ黒クロスケで、この下なんかですねジャケット全部黒になってるので、ほんまに3着あるんですけど、なんか道端3姉妹みたいになってるんですね。どれがどれやねんみたいな。これ一応夏用やけど、これ冬用で、よう見てもわからんでいう感じになってると思うんで、まあそれをね、ざっくり紹介していきたいなというふうには思うんですが、僕が持ってるのがですね全てで9点あるんですね。だからその9点を紹介していって、で次にこれ買おうかなと思ってるんですよみたいな話をして、最後終わりにしていくという流れにはしていきたいなというふうに思いますので、まず最初はジャケットからいきたいなと思います。はい、まず一つ目はですね、こちらスコーミッシュフーディーというジャケットになってて、僕これ以前ですねレビュー動画の時にスコーミッションフーディーでずっと言い続けてて、全然正式名称ちゃうでっていうことをですね堂々とね世界に言い続けたっていうことになってますので、ちゃんとこれは、スコーミッシュフーディーということになってます。なので、レビュー動画見てもらったらスコーミッションスコーミッションと言ってますから、スコーミッシュフーディーということになってて、僕これやっぱ夏ぐらいとかは結構着るんですけど、生地がやっぱ薄いんであんまり冬場とかはそんな着ないんですけども、まあ一応これはまあまあ使ってるでしょうということになってるので、まあ、まず一つ目ですね、これがスコーミッシュフーディーということになってて、もうこんな感じでさっそでいきますよ。二つ目っていうのがこちらがですねゼータ SL というジャケットになってるんですね。ちょっとアークテリクスはですね名前がめちゃくちゃ似てるんですよ。だから僕もはっきり覚えてないっちゃ覚えてないんですけども、多分これはゼータ SL やったと思います。でさっきのスコーミッシュフーディーと何が違うのってなってくると、もうこれも絵だけ見てください、もうほんま一緒なんですよね。何が違うんってことになってるんですけど、微妙に生地の厚さが違うっていうことになってて、こっちの方が若干分厚いので、まあ、年中いけるっちゃ年中いけるっしょみたいな感じにはなってるとは思うんですけども、これね雨とかも対応してるので、まあ、年中いけるし全天候いけるっていうような感じのジャケットということになってますね。まあ、僕は個人的にこれ一番シェルジャケットで気に入ってはいてるんですけど、まあ、それがゼータ SL ということになっております。ではそのままいきますね。次は、秋冬に着るようですね。はい、こちらがですね道端三姉妹の長女ということになってて、冬用のジャケットにはなってるんですけど、これは パッて見てもらったら若干違うかもしれないんですけど、中にね綿が入ってるんですよ。だから、まあ、秋とか冬とかで、まあ、真冬になったらこれをインナーに掘り込んで、まあ、外からちょっとこういうのをさっと次女ですね、2番目の人を、上から羽織ってあげることによって真冬でも対応できるというようなジャケットになってるっていうのが、これがなんていう名前やったかな、あとはもうエールフーディという名前ですね。まあ、この辺ももう AL とか AR がいっぱいあるんですよね。だから僕ははっきり覚えてないので、多分下にはねここには今ちゃんと正しい表記が出てると思うんですけども、あともエールフーディということになってて、ジャケットに関しては僕実は3着しか持ってないんですよね。だからまあ冬場とかはもうちょっと真冬のダウンジャケットとかも購入しようかなとは思ってるんですけど、以前店員さんに、なんかダウンジャケットでおすすめとかありますかって言ったら、ちょっとね今まだ入荷してなくて時期ちょっと遅れてるんですよねみたいに言ってはったんで、あーそうか、ほんなじゃあちょっとちゃうジャケット買うかっていうことで全然買ってないので、次はカバンに行きたいなと思います。はい、ではですね次はこちらが、アロー22ですね。これも真っ黒になってるから全然見えてないですけど、これ見えてるんかな見えてないかもしれませんが、アロー22というカバンで、これはねもうめちゃくちゃ有名なんで知ってる方も多いと思うんですけど、まあ、この辺が防水の生地になっててみたいな感じにはなってるんですけど、これもねほぼ僕使ってなくて嫁が使ってるんですよね。だから奥の方にレジ袋とかが掘り込まれてるんですよ。でこれなんで入れてるんかっていうと、買い物した時にいるでしょって言われて、こんなんいちいち取っときようって言ったんですけど、もう私使うからいいねんって言われたんで、これが掘り込まれてるということになっております。でちなみに使い方としては、この表の方に財布とかを入れるんですよね。で我が家結構財布はいっぱいあるんですよ。僕の個人財布もあるし、嫁の財布もあるし、食費の財布もあるし、デートの財布もあるしみたいな感じになった時に、まあ、ここに全部財布は掘り込んでて、中にはしっかりビニール袋が掘り込まれてるというのが、アロー22というカバンですね。では次はですね、マンティス26ということになってて、もうこれもアークテリクス知らん人からしたら、もうここまで来たらもうお腹いっぱいなぐらいほぼ映像一緒なんですよね。変わり映えのない映像ということで、文字だけがここ下変わってると思うんですけど、映像は全然変わってませんが、一応さっきのとも若干違うんですけど、これに関しては防水ではないんですけど、もうちょっとさっきより大きいんですよね。だから僕がメインで使ってるのはこっちの方をメイン使ってて、まあ例えば僕とかやったらカメラ入れたりとか、あとまあ
カメラぐらいか、カメラぐらいしかないんですけど入れたりするってなった時にはやっぱこれぐらいの大きさがあったらなんかいろいろ使えるんですよね。だから普段何入れてるって言ったら、まあ、カメラと充電器ぐらいなんですけど、さっきのアロー22やったらちょっと入れにくいんですよ。だけどこっちの方が柔らかいんでいろいろ物は入れやすいっていうことで、このマンティス26っていうのを、まあ、僕は普段はこれをメインで使ってるというようなカバーになってますね。はい、では次はですねアロー8ということになってて、そろそろ佳境に来ましたよ。もう今で7個目6個目ぐらいになってるのでほぼほぼ終わりということになってるんですが、これもですねさっきのアロー22と全く同じ生地を使ってるんですね。ただ形が郵便屋さんタイプになってるので、まあ、これは好き嫌いは分かれるんですけども、いかんせん僕あんまり似合ってないんですよ。でそれは自分では分かってるんですよね。だから嫁とのデートの時にこれを持っていくとちょっと嫌な顔されるので、僕は個人で一人でどっか行く時には使うんですけども、まあ、嫁とどっか行くっていう時には極力使わないようにしてるということになってますので、まあ、人によったら多分似合うとは思うんですけど、僕はあんま似合わへんということになってて、まあ、8リットルの、ね、大きさになってるのでボディバッグよりかは大きいということで、まあ、僕やったらギリギリ一眼レフが入るぐらいかなみたいな感じで、まあ、一般の方とかやったらお弁当入れたりとかぐらいやったらいいと思うんですけど、まあ、それ以上はちょっと厳しいんちゃうかなというような大きさっていうのが、8リットルですね。で最後はですねもう似たようなカバーになっているので、もうこれはもう一気に紹介します。今これ2つしかないんですけど本当は3つあるんですね。3つ目じゃあどこ行ったんっていうと、今嫁が持っていってるのでないんですよ。女お前こんなもん収録の時ぐらいちゃんと分かっとけってことなんですけど、基本的に収録は気分でやってますので気がついたらないと、でないってなるとどこ行ったんって言ったら嫁が持っていってるんですね。まあそれは仕方ないということで、後で多分別映像で今映ってると思うんですけど、これがマカ1ってやつなんですね。で次に嫁が持ってるのがマカ2ってやつなんですよ。それは大きさが若干違う。で次これはマンティス 2って言うんですよ。もう言ってる僕もわけがわからんってことになってるんですけど、まあ、ほぼほぼ同じ形になってて、まあ、アークテリクスのボディバッグといえばもうこの辺が主流ですよと。でこの1に関しては一番ちっちゃいんですよ。だからこれはもう今現時点でですね、この中身パッて見たら僕の大事な実印とかが入ってるんですね。だからこれ残念ながらお見せできないということになってて、次こっちの方は、マンティス2って方なんですけど、これはもう僕が、基本的にはメインで使ってるカバンになってて、で、マカ2っていうもうマークが変わっただけですね。真ん中にマークになったやつだけは、それは嫁が使ってるということになっているので、夫婦ともども同じ形のボディバッグをメインで使ってるという感じになってるっていうのが7、8、9点目ということになってまして、以上が、アークテリクス9点になってます。はい、ということで流れるようにね紹介はしていたんですけども、まあ、次ね冬場とかでもし仮にこういうの見たいとかこういうのを紹介してほしいとかっていうのがあれば言っていただければご紹介するかなというふうには思うんですけど、まあ、僕自身もこの冬、まあ、なんかダウンはアークテリクスでなんか買おうかなと思ってはいてるんですが、今のところちょっと目星のがないので、まあ、皆さんからご意見いただいてそれを考慮させてもらって、まあ、買いに行くかなんかするかなというふうには思いますので、まあ、現状でねこれだけあるっていうのを知っとかないと、もうこのまま行くとねゼータとかなんとかとかっていう SL、SV なんとかって言い出したらもう同じやつ買ってしまうという恐れがありますので、まあ、これで大体自分が何を持ってるかっていうのが把握できたということになっております。それぞれの詳細っていうのは下の動画説明欄に貼ってますので、興味ある方はそちらから見ていただければなというふうに思いますので、まあ、次ぐらいはねちょっと黒じゃない色も挑戦してみたい気はせんでもないけども、結局は黒を買うんだろうなというような今日この頃でございます。というのがですね、本日はですねアークテリクスを全部紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。